総合力があるチームなので徐々に上がってくるんじゃないかなと思いますけどね。ヤクルトらしくない、やっぱチームカラーじゃない感じになってしまってるので、若い選手たちが1人2人ブレイクしてくるとカープの全員野球にねいけると思いますけどね。じゃあ続いて、まあ、今4位に位置している阪神というところで、ここまでの戦いやっぱり荒木さんの目からどのように映っていらっしゃいますか？少しずつらしさっていうのは出始めてはいるけれども、まあ、まだまだいい時の、タイガースには届いてないっていうのは現状かなと思いますけどね。総合力はあるチームなので、まあ、徐々に上がってくるんじゃないかなと思いますけどね。あとそのためにはやっぱりね、昨年1番で活躍した近本、中野っていうところのすごい出塁率が2人であったので、ところでしっかり自分の役割っていうのを果たせるようになってきた時、まあ、当然常にそんな能力力を出すって大変なことなんで、相手がいることなんで難しいと思うんですけども、やっぱりそこが機能してきて初めてタイガースらしさというものになってくるかなというところですか。でそこに大山選手がやっぱり状態上げてもらわないとなかなかうまくは運ばないのかなと思いますけども、まあ、なかなかこう打撃陣に調子が上がってこないっていうところで、まあ、去年ほとんど固定だったところを、まあ、先日の試合ではちょっと打線組み替えてみたりとかっていうところもあったりはしましたけど、そのあたりはどのようにこう映ってらっしゃいますか？当然基本はね、固定してっていうのは、まあ、誰もが思うことで、昨年はそれができるだけの状態をみんながキープしてくれたので、経験のある岡田監督がもううまく選手たちを乗せられるような策をこれから与えていくのかっていうのはすごく見ものかなというふうに思いますけどね。打線変更した試合も、まあ、安打数こそ少なかったものが逆にこう機能してうまくいって勝ったりとかっていう部分もあったりしましたしね。それだから決してね、まあ、梅野選手なんかがすごい打率を上げてるんで2番に上げたとかいうことではなく、うまく何かこうきっかけを与えたり流れを作ったりすることで2番起用してみたりしてという形を作ってるので、まあ、これからいろいろあると思いますけどね。投手陣に関してはいかがでしょうか？昨年は村上大竹という計算外と言ったらちょっと彼らに失礼だけども、頭になかったピッチャー陣の活躍があったと思うんだけれども、言ってみれば彼ら2人っていうのは実質今年2年目と一緒なので、プロ野球と言われている2年目のジンクスが今そのまま来るのかななんていうふうには始まる前から見てました。ただそれを補うだけのピッチャー陣がいるんじゃないかなっていうところで、僕の中での、優勝予想はタイガースだったんですけど、だからちょっとそこに、苦しんでるのが今のスタートかなという。ただこれもまだね、登板まだ 2,3 試合でしょ、力は発揮してくるとは思うので、そうするチームっていうのは落ち着いてこう野球ができていくんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、特にその2年目というか、まあ、去年結果出た中で今年まだ出てないというところでいうと、大竹投手はまあちょっと苦しんでるのかなという印象もあったりはしますけど、そのあたりはやっぱりこう研究されてみたいな部分もやっぱりあったりするんですかね。研究されてることと、昨年初めてあれだけのなので、そのこの疲労っていうのは、疲れっていうのは取れてるつもりでも取れてないことって非常にあるので、ちょっとしたこうバランスのズレとか視力が出ないとか、本当にはちょっと今ぶつかってるのかなっていうような両方ですね。だから研究されたことと疲れが取り切ってない、自分は取れたつもりで調整してたんだけれども体のところではこう芯の部分で取れてなかったりとか、そういうものもあるんじゃないかなとは思いますけど。荒木さんご自身もこうプロに入ってやっぱりこうアマチュア時代とその疲労感の取れ方みたいな部分では結構こう差分だったりとかっていうのあったりしましたか？これね、自分ではわからないことで、だからさっきも言ったように若いんで実際疲れてないんですよ。もう疲れてもう眠いとかっていう感じではなく、もう自分はもう元気でもう次のことやりたくて次のこうステップに進みたいという感じ、意欲がすごいんだけれども、実際のところでは芯のところで抜けきってなかったり、なんかがあるとキャンプの時に思う通りにこうボールがいかない、スピードが乗ってこないとか、バランスがしっかり取れないとか、そういうことにつながるので、これは気をつけないといけないところ。よく、ユニオンを着てコーチをしている時にも選手にはオフに入る前には必ずそういう話した、若いんで疲れてないつもりでオフに入ってしまうと大変なことになります。初めて活躍した次の年っていうのは絶対そういうことがあって、これは何年も重ねてる人たちは何をしなければいけないか、どうやってオフを過ごしていかなきゃいけないかってことを理解して入っていくので何の心配もないんだけども、初めてやったりとかまだ 1,2 年だったりとかする選手はそこにぶつかることが多いですよね。まあ、ない人も当然いるけれど、まあ、そういった意味で言うと、まあ、それもまあ克服していくというか経験値として消化していくもので、
まあ、ここからどんどん成績っていうところはまた去年同様残ってくるんじゃなかろうかっていうところですかね。いや、そういう意味では結構タイガースにとってはキーになるの湯浅投手なんかもね、やっぱりそういう感じがあったんじゃないかなっていうふうに、ね、やり始めてできるようになってきて、オフにいろいろ次のステップに向かおうとして、ちょっとこう WBC とかいろんなことがあってバランスを崩してしまったということも考えられる。じゃあ続いてヤクルトについて伺えればと思うんですが、ここまでの戦いぶりどのようにご覧になってらっしゃいますか。野手陣の頑張りがもう少しかなというようなっていうのは、本当のところを言うと先発ピッチャーしっかりしてピッチャー陣が頑張らなければいけないんだけれども、今年のメンバー見ててもやっぱり先発が苦しむ感じはちょっと見えてたし、野手が相当頑張ってくれないとみたいな感じだったって、そういう中で、塩見が普通に怪我なくやってくれて、山田もいてくれて、村上がそこにいて、で両外国人がいてっていうところだから、ある程度カバーしてくれるんだろうなと思ってたら、ね、山田選手がちょっとね故障なのかな、下半身のコンディション不良でちょっとファームの方行ってしまったり、ね、村上選手なんかも状態上がらず、最近やっと打点を上げたぐらいっていうのがちょっと本来の、彼らの働きができてないというところも、塩見選手もそうですよね、これなんかちょっと、痛手かなだと思ってますけどね。ただ本当はピッチャーが頑張らないんだけど、スワローズでいうと高橋奎二、右でいうと吉村投手、彼ら2人が両輪でこうチームを引っ張っていけるような、2人でこう10勝を2桁以上上げられるような投手陣になってくると、それはチームは上位の方に進んでいくんじゃないかなと思いますけども。まあ、それこそ本当おっしゃってる通り、打撃陣もこう打線を変えたり、村上選手を2番にしてみたりとかっていうところで、高津監督もいろいろ工夫を凝らしてらっしゃるのかなとは思うんですけど、そこにまあやっぱり特徴として打線っていうところがあるので、当たりがしっかりまずは出てこないとヤクルトとしても乗れないかなっていうところですかね。ヤクルトらしくない、やっぱチームカラーじゃない感じになってしまってるので、スワローズを見ててもだから、これどこのチームみたいな感じの野球になってしまう。まずはしっかりこう打線が勢いに乗ってきて、まあ、それに乗じて投手陣の状態も上がってくるみたいな流れが作れれば、こう十分上位だったりとか優勝っていうところを目指せるかなっていうところですかね。だから先発もそうだし、ね、抑え田口投手なんかもちょっとね流れが上がってきてないみたいなので、だからその辺も待たれるかなっていうところかなと思います。じゃあ最後にセリーグ、まあ、今は最下位っていう形になってしまっている広島なんですが、ここまでの戦いぶりどのようにご覧になってらっしゃいますか。始まる前からこの西川選手の穴というところで、ここをどう埋めていくかっていうところで、まあね、よく名前でした、皆さんが名前でした、田村選手なんかがいるんですけど、なかなかねそうは簡単にはいかないというところで、あとは外国人ですね、やっぱりそこが、だからそういうチームのところにやっぱり外国人で何とかしたいっていうのがあると思うんですが、そこがうまく機能してないのはちょっと厳しいのかなというふうに思いますよね。そういった意味で言うと、まあ、今なかなかこう打撃陣というところが振るわないっていうのがこう底面の要因じゃなかろうかっていうところですかね。で、まあ、昨年もそれほど下馬評は良くなかった中、もうチーム全員全体で戦ってた感じがあって、カープらしさ、それこそカープらしさの試合が数多く見られてたんで、僕らも現役時代からそうなんだけど、いつの間にかこう逆転されてたりとか、気がついたら負けてたみたいな感じだったりとかっていう試合がカープとやるとすごくあるんだけれども、そういう試合が去年はすごく多かったような気がするんだけど、そういう野球がちょっとまだできてないのかなというような感じですか、ね、ピッチャー陣も後ろの方行けば、ね、栗林投手がいてっていう、そこへどうやって持っていくかっていうことができればそこへ近づいてくると思うんで、だから先発でも大きく勝ち越さない、なんだろう、しっかり、ずっと完投しなくてもリリーフにもいいピッチャーいるんで、なんとかそこへつなげばっていう野球ができていけると思うんでね、ここも、ね、先発ピッチャーでも小田投手とか大瀬良投手、栗投手とか、ね、名前すぐ出てくるピッチャーがいっぱいいるんで、だからそうやってつないでいけばカープらしさっていうのは出てくるかなというような感じですかね。まあ、打撃陣でいうと、まあ、堂林選手しっかり、ベテラン陣、その辺は当たり出てるんですけど、なかなかこう若手の子供選手だったりとか、今名前挙げていただいた田村選手っていうところに当たりが出てこないっていうところかなとは思うんですけど、だからその辺のなんかこうバランスもまだこうしっかりこうチーム力としてこうそこへ届いてない感じなのかな。ね、小園選手とかだってすごくいい選手ではあるけれども、ちょっとマークされるとっていうような感じがあると思って、
まあ、さっきおっしゃってた5番に坂本選手がいる状況と逆にこう西川選手が抜けてしまってこう他の選手への対策みたいなところがきつくなってしまってなかなかこう当たりも出ないんじゃないかというところですかね。じゃあここからこう A クラス入りに向けてっていうところでいうとまずはこう打撃陣の奮起に期待したいっていうところです、うん、その辺のね短所をもらってる若い選手たちが1人2人ブレイクしてくるとカープの特徴でも全員野球でねいけると思いますけどね。